猫超特急ポチンシート全員集合。皆様こんちゃ、霊夢だよ、マリサだぜ。今回は意外と難しそうで超簡単な降臨ステージ、地獄門を攻略していくよ。想像の何倍も簡単な方法だから、最後までぜひ見ていってくれだぜ。まずはお財布レベルを4まで上げるよ。お財布レベルを4まで上げ終わったら、赤毛のニョロが白付近まで来るのをじっと待つのぜ。ここで焦っていっぱいキャラを出すと、ハンニャの攻撃でニャンコたちが死んじゃうから注意だよ。赤毛のニョロが来たら猫アップルを生産、そして壁のニャンコではゴム猫は出さず、狂乱のゴム猫だけを出すぜ。イノシシが来ても焦らず、ミートは出さずに対処するよ。3体目の赤毛のニョロが合流したら、狂乱の忍者猫と猫の剣士を生産していくのぜ。ここでも少し注意するところがあって、攻撃キャラを生産しすぎると、猫アップルがハンニャに攻撃できず、ミートが死んじゃうから、攻撃キャラは出しすぎずほどほどに。少しずつゆっくり、攻撃キャラの数を増やしていくのぜ。ここでイノシャシを倒したら、ハンニャの攻撃を待って、攻撃が終わったらすぐにムート生産。もうこの後は、ハンニャはアップルで永久停止してムートで殴って終わりなんだぜ。でも油断していると、この後出てくるダチョウ同好会に負けちゃうから、最後まで気は抜けないよ。ここで安全にダチョウ同好会に負けないように、ただニャンコを2体生産し、猫パーフェクトや、猫ドラゴンなどを持ってくるのがおすすめだぜ。この辺りの価値がまた出てきてしまったか、さっきと同様で、猫アップルを駆使して倒せば楽勝だぜ。地獄門攻略で覚えてほしいポイントはたったの3つだけだから、初心者さんでも頑張ればすぐにクリアできると思うよ。地獄門攻略の参考になったかな？参考になりましたか？どうですか？チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。